どんな方にも一人一冊持ってていただきたいなっていう本は、打ち破る力ですかね。答えられないことってないんですよね、中松博士。人生生きてればね、子供も大人も壁にぶち当たることってたくさんあるじゃないですか。悩むこととかね、こうした時、こうだった時はどうしようとかね、受験もそうです、人間関係もそうです、就職もそうです、仕事し始めてもそうです、恋愛もそうですよね。生きてればいろんな壁にぶち当たって悩むことがあって、答えを探したい時があります。どんな時でも答えの見つかる30の言葉が書かれているのがこの本なんですけれども、いろいろありますよね。カーネギーの本とかもね、ありましたりね。壁にぶち当たった時に参考になる本は世の中たくさんありますけれども、この30の言葉は本当にね、染みると思います。何かしらね、ヒットすると思うのでね、お手元に持ってていただけたらなというものでございます。幼い頃はね、大人はみんな、年を重ねることに誰しもみんないろんな経験をしているので、偉いと思ってる子供時代があったんですけれども、いざ大人になってみるとですね、悩みとか質問に答えられない大人もいるんですよね。経験がないからわからないっていう答えだったりとか、答えてるつもりが、トンチンカンな回答の方もいたりとかして、大人だからって全て答えられるものじゃないんですよ。それなのに、中松博士、まあさすがね、94歳って言えばそれまでですけども、でも、もう数々いろんな経験を重ね、いろんな面に遭遇し、そしてね、お年からしてね、いろんな歴史をいろいろ見てきているわけですよね。もう本当超経験者ですからね。もう経験したことが山のようにあって、ふんだんに引き出しを持たれているので、何かあった時にね、答えられないことがないっていうね、先生なんです。その方が書いた30の言葉ですからね、ほんと皆さん重みありますしね、何かしらのね、答えの導きにつながると思いますから、ぜひ、打ち破る力、見ていただいたらなと思います。学生の方でも読まれて、ヒントになったとか、これですごい立ち直ったとか、考え方がすごく変えられたとか、いろんなお声を聞いてね、すごく嬉しく思っておりますが、ぜひ皆さん、打ち破る力、一人一冊、お手元に持っていてほしい本でございますので、ここからゲットしてみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。